こんにちは。最近歌い疲れた霊夢です。なんか低音のとこしか歌ってないような気がするマリサだぜ。え、前とワールド違うって？間違えて消しました。これが年活すな。デヘペロ。そして今回からモッド入れました。はい、この通り、カットオール、マインオール、モミジモッド、タケモッド、ミュータントクリーチャーズ、などなど入ってます。ってことで、まず木を切っていきます。快速。やっぱめんどくさいからカットしまーす。カット。切ってきました。てかもう夜じゃん。ほんとだ。寝ましょ寝ましょ。っていうか他の有名な方々の動画を見ると生贄の祭壇とか作ってるよね。まああれ安全だしな。私たちも時代の波に乗ろうよ。というわけで、今から作りました。それじゃあ寝ました。何？それ流行ってんの？自己満足です。それじゃあ出かけようか。拠点作るとこ決めに行こうかな。では倍速でどぞどぞ。スライムだ。かわいそうにな。行きましょ。うわぁ、落ちること期待。ち。草原に着いたよ。見渡す限り、もみじモッドのひまわりと、もみじがあるな。こういうところに拠点立てたいね。バニラのより、リアルだね。このモッドのひまわりは太陽の方に向くんだぜ。へぇ、リアルだね。種落ちたよ。拠点作ったら植えてみようか。茎からは何もドロップしないね。っていうか前の動画のコメントで、モッドは入れません。とかあのウープ主抜かしてたけど、結局入れたんだね。だって面白そうだったんだもん。あ、こんにちは、ウープ主です。でもなんでこんなバラバラなモッドなの？適当にググったら出てきたから。適当って。まあいいか。だよね。だよね。わー、アウトだよ！なんか目標のあるモッド入れなさいよ。まあいいじゃん。じゃあいっそのこと家建てたとこまでカット。作りました。まあ仮拠点ということであまり大きくしてません。うっわ、手抜きすぎ。いいじゃないか。なんもないね。まあ作ったばっかだからね。っていうかマジでなんもないじゃん。もう動画閉めちゃう？え？短すぎない？確かにこれはひどいな。久しぶりの動画だからね。使い回しオツ。というわけでここら辺で締めさせてもらいますね。皆さん今回は短いですが、ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくり見ていくんだぜ。おまけも見てね。特別なスープをあなたにあげる。あったくりだから、瞳の中にある私の大きな野望。みんなの笑顔が太陽みたいにあったかいだから、いつまでもこのまま私を楽しませて。告示またいいこの香りさえ溢れて、いつとまた何だから、いつまでもこのまま私を楽しませて。お風呂上がりのアリスの最初の一口、あったかいだから、いつまでもこのまま私を楽しませて。特別なスープをあなたにあげる、あったかいだから、いつまでもこのまま私を楽しませて。ねえ。